続きまして8番甲府市立北中学校2年、神宮寺里奈さん、お願いします。はい、小さなことから。北中学校2年、神宮寺里奈。私たちが住んでいる甲府、自然豊かな山に囲まれ、清らかな水に恵まれ、まさに山子水明。開府から500年、私たちを育んでくれています。甲府の自然のこの豊かさをこれからも守り続けるにはどうしたらいいのでしょうか。最近猛暑が続き、最高気温や猛暑日の数が更新されているのをニュースでよく目にします。甲府の猛暑日も増加しており、昨年は31日、雨が多かった今年でも19日ありました。皆さんは猛暑日という言葉がいつから使われているかご存知ですか。実は新しくできた言葉であり、2007年から使われるようになった言葉です。環境の急激な変化が新しい言葉を生み出しました。地球温暖化、最近よく耳にし誰もが知っている問題ですが、この問題を解決しようと意識している人はどのくらいいるでしょうか。他人事であるどこか遠い世界の話であると思ってはいませんか。しかしここ甲府でもゲリラ豪雨が増加したり、山梨の名産であるブドウも平均気温があと 1.7 度上昇すると着色不良が増加すると予測されています。温暖化は私たちの生活にすでに直結しているのです。地球温暖化の要因の一つである温室効果ガス、日本は1人当たり9トンの温室効果ガスを排出しており、これは世界で5番目です。他の国の人よりも地球温暖化について考えなければならないと思います。では温暖化はどうすれば解決できるのでしょうか。まず地球温暖化について知ることです。行動を起こそうとする前にこのことについて理解することが必要だと思います。そうすればこの問題が地球にどのくらいの影響をどのように与えているのかが分かり、解決するための適切な行動を考えることができると思います。そして現状を理解した上で何ができるのか考えて実践することです。家庭にはたくさんの電化製品があります。日々の生活の中で必要最低限の電力使用を心がけましょう。長時間使用しない、たくさん使用しない、そういったことを意識し行動することで結果的に温室効果ガスを減らすことができます。私の家では買い物の際にエコバッグを持ち、レジ袋の使用を断ったり、自己用車を控え、バスや電車を利用したりしています。塵も積もれば山となる。このことわざのように、ほんの小さな行動でもいいから、積み重ねることによって、温暖化解決に向かうことができると思います。さらに、再生可能エネルギーの利用も有効な方法です。これは太陽光や水などの自然からエネルギーを作るので、温室効果ガスを抑制するという大きなメリットがあります。私たちが大人になる頃には、太陽光パネルや電気、水素自動車など再生可能エネルギーの利用が普通になっていることを目指したいです。地球温暖化への関心がまず必要です。そして知っているだけでもダメ、ただやらされているだけでもダメ、理解した上で
実行することが大切なのです。温暖化は異常気象や海面上昇、食料減少などの環境問題を引き起こします。この地球に生きる全ての人間や動植物の命に関わる問題といっても過言ではないのです。私たちの町、甲府の自然の美しさは先祖たちが代々守り続けてくれ、今に残してくれています。一人一人がほんの小さな心受けを行っていく、そうすることによって山紫水明の甲府の環境をこの先500年、さらにその先へと守っていきましょう。小さなことから始めましょう。